キーズ。漫才道キーズのもっちゃんとティエンピとキーです。はい、今日はですね、ドッキリ企画第2弾。よっ、イエーイ。前回ね、いっちゃんにめちゃくちゃドッキリ仕掛けましたけど、今回はあのリュウがね、誕生日ということで、リュウにドッキリを仕掛けると思います。やばい、誕生日ドッキリがもう恒例になってきた。やばいやばいやばいね。で、何やるかっていうと、あの誕生日プレゼント用意してるんですけど、あの普通に渡したら面白くないじゃん。謎解きゲームみたいな感じで謎を準備したので、それを解いてもらって、最後に、謎が解けたらプレゼントを渡すっていう流れなんですけど、リュウはいっちゃんが名古屋に来てることを知りません。リュウには普通に撮影するっていう言ってあって、なんだけど、いっちゃんが最後に謎が解けたらプレゼントを持って登場してきて、なんでいっちゃんいるのってなるっていうところまでが一連の流れです。で、準備したプレゼントがこちら。目覚まし時計。目覚まし時計ですね。これなんで目覚まし時計を準備したかっていうと、あのリュウよく寝坊するんですよね。定番だね。定番。なんやったら今日もやからね。撮影日だからやってます。今日もやってます。かもなんか普通じゃないよね。UFO キャッチャーを多分成功させないと、なんかアラームが止まらないっていうやつ。地獄。最悪。まあ、せっかくだからこれをほいって渡すのもあれだし、俺たちのサイン入れてやるか。お出番来て。初サインだよね。いや本当に。一発目重要。緊張するんだけど。こんな感じ。ちなみにサインも初公開、これ。初公開です。初公開。これここにね、後からケイちゃん来るから、ここにケイちゃんにサイン入れてもらって渡そうと思います。ということで、じゃあ準備しますか。行きましょう。じゃあタクシーは。あ、もしもし、タクシー1台お願いします。おう。荷物置いてください。え、何？じゃあとりあえず座って。どうも、いちみです。まあ、りゅう、今回ね、お誕生日おめでとうということで、今日はあのプレゼントを準備いたしました。まあ、行けなくてね、あのすげえ申し訳ないんだけど、まあ、あのプレゼントただもらえるわけないから、まあ、今回私の方からちょっとですね、謎を準備させていただきましたので、まあ、ぜひ全部解いていただいて、まあ、プレゼントもらえるように頑張ってください。じゃあまた楽しんでくださいね。なんだこの東京の男。今から制限時間30分、はい、で、携帯使ってもいい、はい、いっちゃんに何回電話しても OK。 何回電話しても OK。 そう、何回電話しても OK。 よーい。や、絶対分かんない。これはまず分かる、これはすぐ分かる。3段の46番ね。これだろ、絶対。あ、31番だった。インテかと思った。絶対緑だと思う。テリアモンだ。ほらね。テリアモンが、そう。あ、インテだった。1の0なんだ、なんか。ミミだ。79。あ、ウッドモンだ。ちょっと、あ、ちょっと、はいはい、すいません、僕と一緒にこれでしたね。3かけ3、20。 OK。 これ20でしょ。いや、もうバカだのバレる気がする。これ1。あ、分かった、これ、もうね、よく行く場所っすね、多分。ファンタス、あれかな。おっ、いっちゃん、出番ないかもしれん。リュウ、30分で解けると思う？いやー、無理じゃない？絶対無理だよね。絶対無理だよ。多分そうだと思う。22でしょ。伏見ライオンシアターでしょ。最近ライオンシアター行ってます。じゃこれさ、一番ヤバい気がする。確かに。これヤバくない？これヤバくない？
これ初見で解けたらすごいよ。来た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 。うわこれめっちゃむずいじゃん。ええこれ無理じゃない？パスワードは？いやちょっとこれ全然関係ないんだけど。パスワードは？パスワードは？ちょっと待ってね。あとも。あとここ2つか。え待ってマジでわからんこれ。ダメだこりゃ。これだな問題は。これだ問題だ。16。ここが一緒なのがよく分からない。うわ電話したくねえ。調べてもいいよって言われてもさ、なんだろう、何があるんだろう。16。ここを考えた方が早そう。桜木が16でしょ、足元が23でしょ、白間が25で、トーフが25でしょ。ここが一緒なのがなんか気になるんだよ。だってさ、黄色じゃん、黄色じゃん、白じゃん、ピンクじゃん、ピンクじゃん。え、どう？ちょ、で色に番号ってあんな。で、そうするとピンクとピンクでさ、噛み合うくない？無視。そんな俺ら聞かれても。え、そんな気がするね。共通点で言ったら多分そこしかないね。今さら。テレフォン。あ、もしもし。もしもし。あ、もしもし。あ、もしもし。はい。お疲れ。元気？いや、普通になんもない。うん。いや、なんかどうしてるかな。なんもない。なんもない。いや、ごめん嘘。いや、なんかさ、なんかあった。橋本小春が23の理由を教えて。橋本小春が23の理由ね。うん。いや、なんか色かなって思ったの。ああ、なるほどね。トモピと白馬さんが25やろ。うん、うん、うん。で、俺とひなちゃんがピンクじゃん。なんかそういうのかなって思ったんだけど、うん、そうすると俺が16かなって思ったの。あの3番がね。うん。うん、うん。うん、規則性が分かんないってこと。そうそう、調べていいよって言われて、なんかそれかなと思って調べたんだけど、全然なんか黄色とかが25っていう理由もなければ、ピンクが16みたいなくて。よくね、謎解きとかで使う手法として文字を数字に変えるとか。そう、じゃあ25個目の何かとか、これの23個目なんだっけっていうのを考えてみろ。これの、なるほどね。なんか番、あれね、番号を振り分けたらそんな感じになるってことだよね、きっと。まあ、頑張って。また電話して。一言。ありがとう。はい。15分切りました。いや、待って。全然わからん。25。絶対知ってると思うんだよね。なんだ。待って、これが一番ネックだわ。頑張れって言ったけどさ、ちょっと本当に分かんない。ちょっと待って。この人電話出ないから。あ、出た。あ、もしもし。いや、無理。無理。無理。ちょっともうちょいなんか、あ、僕ああいうよってさ、なんか50文字とか言うから、26文字。アルファベットって26文字なかったっけ。いや、あるけど。え、おい、ちょっと待って、あるけど、ちょっとあの、Google に聞くわ、アルファベット、何文字って。画像16あった今P？ なんだった？ P でしょ？うん。ピンクで16でしょ？ P なんでしょ？あれ、小春って何色だっけ？1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、23、24、25、26、27、28、29、30、31、32、33、34、35、36、37、38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49、50、51、52、53、54、55、56、57、58、59、60、61、62、63、64、65、66、67、68、69、70、71、72、73、74、75、76、77、78、79、80、81、82、83、84、85、86、87、88、89、90、91、92、93、94、95、96、97、98、99、100、101、102、103、104、105、106、107、108、109、110、111、112、113、114、115、116、117、118、119、120、121、122、123、124、125、126、127、128、129、130、131、132、134、135、136、137、138、139、140、151、152、153、154、155、156、157、158、159、160、161、162、163、164、165、166、167、168、169、170、171、172、173、174、175、176、177、178、179、180、181、182、183、184、185、186、187、188、189、190、191、192、193、194、195、196、197、178、189、190、191
英語で？ホワイト。頭文字は W。
はい。イエローは？やってみて。イエローってワイか。え、じゃあ合ってんじゃん。え、じゃあ合ってんじゃん。16じゃん。あ、16。合ってる？合ってたわ。待って。ごめん、なんか、イレギュラーの解き方したわ。頑張って。え、ちょっと待って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 。ガブモンとアグモンがわからん。多分13かなって思ってんだけど。ガブモンからアグモンって引けるの。まあ、ヒント言うと、そこだけ数字じゃない。やっぱそうだよね。うん、数字じゃない。だよね、だよね、だよね。うん。え、ちょっと待って待って。ちょっと待ってよ。わかった。この積み力はもう。え？待って、かける16。数字を。何ですね。待って。え、ちょっと意味かんない。ちょっと待って。うん、20。7053？わかんない。パスワード数字4つだから。ちょっと待って。何回で改めてよ。ちょっと待って。え、7053。違う。こちらの。え、ちょ、ちょ。あ、開いた。おぉ。やっと解けたんですね。あ、おめでとうございます。よしよし。じゃあね、これが最後の問題になるので、まあ、最後の問題といたら、多分合言葉が出てくるから、それを大きな声で唱えていただければ、プレゼントをもらえるかな。じゃあ、まあ最後、頑張ってください。合言葉は何でしょうみたいな感じでした。え、なにこれ。ちょっと待って。え、なにこれ。え、これここがなくなると文になる。大きな理由の見方。LINE したじゃん。あ、なんかそうだね。まだね、来たね。それなんかさ、もっちゃんにさ、動画でわからんことやりやがってって怒られた。え、LINE だからさ、文読め見えんじゃん。そうだね。動画で、そう、わからんことやりやがってって。YouTuber として失格でした。間違いない。最初、動画の最初でさ、一応俺、おめでとうのお祝いしてるはずなんだよね、確か。うん。今日何の回なんだっけ？もらった。まあ、じゃあそれちょっと見てみればいいんじゃない？え？トーピから誕生日プレゼントもらったやつ見ればいい。もらったけど手元にないよ。あ、何もらったの？え、チェキ。あ、チェキ。チェキだけだってもらったの。え？ちょっと待って、それやばいぞ。え？チェキだけだっけ？え？点と点が今、あらあら。おお、繋がった。あった。ありがとう。バイバイ。す、最後。これな、答えは。ともぴは、りゅうの人生の味方。あ、お誕生日おめでとうございます。あ、いっちゃった。ありがとうございます。謎が解けたって。え、飲んでいるの？あ、どうも。ちょっと飲んで一緒に現場行こうよ。あ、やっと解けたんですか？解けました。で、あれだね、謎を解けたら、プレゼントが与えられるというところで、はい、私たちからのプレゼントでございます。待って。え、何？なにこれ。対象年齢7歳って書いてあるけど大丈夫かな。これ目覚まし時計です。これさ、絶対あれじゃん。え、なんか撮んないと音止まんないみたいな。ああ、大正解だよね。そんな感じする。リュウだって今日朝5だったわ。寝坊しました。え、でもいつも現場起きれませんということで。あ、そういうこと。皆さんから目覚まし時計かっこサイン入り。おい、今日ちゃんと寝坊しよったんだ。ということで、リュウエのドッキリ大成功ということで、ありがとうございます。これで毎朝起きてね。頑張ります。
これで会社遅刻したらみんなのせいなんで、はい、これは上司に言っときます。目覚ましが止めるすみません起きてはいるんです。起きてる、かれこれ10分ぐらいやってるんですけど目覚まし止まなくてアームの強さいじられないですアームガマガマなんで最後ぶっ壊すということで今日の動画は終わりです。ありがとうございました。ありがとうございました。ケーキ買ってくれたからさ、これやらかしね絶対うまいもん、これやつはし、そう渋お返ししたいなと思う。ガチで渋い渋いやったね、めっちゃ美味しそうだね。あ、ちゃんとおめでとう書いてある。ちょっと待って、てでー、龍タイキック。はい、後ほど、後ほどちゃんとやらせていただくので、タイキックの方です タイキックの方っぽいな。分かんない、もしかしたらタイキックの方が出てくるかもしれない。これラップしてた？してない。だよね、めっちゃ乾いてる